どうも、クーニンです。今日はですね、皆さんにご報告がございます。ちょっと視聴者の方に言われて気づいたんですけども、クーニン TV の一発目の投稿っていうのが2014年の5月5日です。ということはなんと、クーニン TV 7年目に突入しておりました。ありがとうございます。たまにコメントとかでもチャンネル登録者が2000人の頃から見てますとか2016年から見てますとか、結構ですね、もう古くずっとクーニン TV を見てくれている視聴者の方がたくさんおりまして、すごくありがたいです。ということで今回ですね、クーニン TV のこの丸6年間で衝撃だった8個の出来事をご紹介したいと思います。クーニン TV を開設した当初っていうのは野球ではなかったんですけども、その後野球にシフトチェンジした後に真っ先に自分がやっぱり気になってどんどん取り組んだのが、やっぱグラブについてずっと気になってたのが湯もみ片付け、千成スポーツさんというところで湯もみ片付けして出来上がってきたグラブっていうのが、本当にもう何ヶ月も使ったかのようなしっかりとしたポケットがついてて、これをぜひですね取材して知りたいっていうので、今まで何個だったかな、かなりですね湯もみの現場っていうのを取材させてもらいました。最終的にも自分でも湯もみを何回かやるんですけども、本当湯もみに惹かれてた2015年16年あたりなんですけども、最近はですね僕全く湯もみをしなくて、やっぱり紐がですねやった結果傷むことが多くて、特に US タンっていう紐はですねもうパリパリなんですよ。まあ、オイルはつけますけど、最近はですねもう揉んで叩いてっていうので作っていくことが多いです。で、湯もみ片付けかなりですね触れさせていただいて、ある程度満足した中で次に僕が気になったのがグラブの作り方です。当時調べた中で、日本にはグラブの聖地と呼ばれる場所があると。で、それはどこかっていうと奈良県の三宅町ってとこなんですけども、で、そこであるメーカーと出会います。それが純慶グラブです。純慶グラブさんって2000年代に台頭してきた、まあ、新しいメーカーのイメージ皆さんあると思うんですけども、その時僕が聞いたのがですね、もうグラブのそういう事業を始めてから70年の歴史がありますと。まあ、そこで知ったんですよね、そのグラブの OEM っていうのがあるっていうのを。三宅町にはたくさんの職人さんがいますので、まあ、大手メーカーとかがこう販路を拡大するときにですね、それ奈良県の三宅町の職人さんとかを使ってですねグラブを作って納入してたことがあるっていう、そんな時代もあったんですよ。昔っていうのは小売店とかでも職人さんがいて、その職人さんがまあそれぞれにオリジナルブランドを持ってましたと。いろんなメーカーを売りつつ もう自分たちもですね工場があって、しっかりと職人としてグラブも出してたっていうね。で、その取材対応してくれたのがですね、あの2代目と3代目の吉田さんなんですけども、基本的にカメラ回ってない時は2代目の吉田さんがずっとお話をしてくださって、でカメラ回ってる時はですね3代目の吉田さんが出てくれたという形でね、あの撮影始まったのが確か17時ぐらいかな、夕方からだったんですよ。ただ僕朝一行ってるんですよ。10時ぐらいに行って、多分7時間ぐらいずっとそのグラブとかいろんなそういう雑談をしてて、で撮影が始まったんです。その7時間がめちゃくちゃ楽しくて、もう全部知らない情報だったのが一気にその7時間に、ね、僕の頭の中に詰め込まれた感じで、当時のグラブの知識が5ぐらいだったと思うんですよ。でその7時間で100ぐらいになってますから、7時間で20倍ぐらいにはグラブの知識増えてます。そういった形で、まあ、ギアとかグラブ系の話が中心にやっぱり興味があった2015年16年ぐらいだったと思うんですけども、そこからですね、あの今度はですね技術の方にやっぱり興味が出るんですよ。バッティングピッチングに関していろんな知見を持ってる方にどんどん取材を行くようになるんですけども、まあ、そこで出会ったのがホグレルさんです。ホグレルはですね動的ストレッチを売ってるメーカーさんで、最近はですねジムをやってるんですけども、そこで出会った相原さんという元独立リーガーで最多勝を取られたピッチャーの方、一度指導をですね、まあ、短い時間してもらったことあるんですけども、フォームがですね劇的に変わりまして、もう映像で見ても分かるような。ホグレさんを通して改めて柔軟性の大事さとですね、やっぱ体の切り替えの難しさ、そういったものを学ばせてもらいました。でピッチングの次はですねバッティングですね。バッティングはなんと中村典弘さんとコラボさせていただきました。中村典弘さんと出会う前はですね、僕手袋を片手だけはめてたんですけど、のりさんに指導いただいた時にですね右手が重要と、もう右手で打ってるという感覚を聞いて、それから手袋は右もつけるようになったんですよ。あとはスイングの矯正方法っていうのがすごく独特で、でもこの練習僕は初めてじゃなかったんですよ。高校時代もこれに近いことをやってまして、高校時代はちゃんと理解できなかったそういう練習が
最終的にここに繋がるんだっていうのがノリさんの指導で繋がった。でここでノリさんに教えていただいたことっていうのが後々教えてもらうホーライスイングともすごく共通してる部分があって、長年の疑問がすごく解決されている感じがして楽しいです。あとは指導の過程でピッチングフォームの感じでバットを振るっていう練習があって、ピッチングとバッティングも結構共通する動きがある。その完全に別物と思ってた2つが実は共通する動きとか項目も多いっていうことに気づかされたのもこの時でして、ノリさんに教えていただいたことっていうのは今後のいろいろ考える中でのいろんなきっかけになりました。でその次にですね、カウンタースイング、で俗に言うアウトサイドインのドアスイングっていうのはどういうスイングで、インサイドアウトのスイングっていうのはどういうスイングなのかっていうのがバットを通して知ることができました。でカウンタースイングを練習しだしてから3ヶ月後ぐらいにですね、平林金属さんの取材行くんですよ。男子ソフトボール界では知らない人がいないんじゃないかっていう超有名なチームなんですけども、打っては日本の4番としてホームランをバンバン取りまくってる、投げては日本で2番目に速い128キロぐらいの剛速球を投げ、しかもこれまた衝撃受けたんですけども、ソフトボールに変化球ってあるんだなっていう、ライズボールがあることを知ってたんですけども、スライダーとかも投げれるっていうのを初めてそこで知りまして、でもちろん対戦する気なんかさらさらなかったんですけども、当時平林金属の監督の吉村さんが対決しましょうよっていうことで対決企画がスタートしたんですけども、そしたらなんと2打席目にそのスライダーをホームランしちゃいまして、それは本当にカウンタースイング振っててよかったなって思った瞬間でした。でバッティングの次はまたピッチングなんですけども、インディゴコンディショニングハウスにウェグリさんというトレーナーさんがいらっしゃるんですけども、トレーニングした選手がもうかれこれ10人以上プロ野球選手になってるということで、実際に現場行かせていただいて取材してお話ししたんですけども、まあ、ここで知ったのがプロ野球選手になるための身長とか体重、そしてフィジカル、まあ、いろんなものをある程度こう数値化ができると。プロ野球選手になってる大多数っていうのがベロシティエラスティック型、特に投手の方、スピードとバネを兼ね備えたモンスターがやはりプロ野球選手になっている傾向が高くて、スピードとバネを持った選手を作るためのプログラムを持ってるのがウェグリさんでした。投球に必要な要素っていうのを分解して一個一個のトレーニングにしてるっていうものでした。まず大前提を話してくれて、そして各項目に話してもらうっていう、もうほぼほぼ授業やったんですが、それが楽しくて楽しくて、最初自分一人で行って、その後前澤君も連れて行ってやったんですけども、計3日4日ぐらい行ったのかな。それで授業時間で言ったら30時間ぐらいは本当に喋り中心で話をしてると思うんですけども、こんなに体型だってトレーニングの話を聞いたことなかったので、もう なかなか覚えきれずにメモしたこともいっぱいあったんですけども、やってることの意味とかどこに繋がってるかっていうのがもう完全にもう線としてねできるんで、すっごいですね、なんか上達が早い気するんですよね。で上栗さんの後にですね、高島さんという方とも出会うんですけども、高島さんも元プロ野球のトレーナーをされてる方で、その後独立して今高島ジムをやってると、まあ、そこではですね、上栗さんのところではなかったパルクールという新しいトレーニングと出会い、一番衝撃だったのは、まあ、トレーニングを同じようなメニューでもやり方を間違うと可動域が狭まってしまう、あとはピッチデザインっていう概念を聞いたのも高島さんからでして、ピッチャーの方が打たれないためにそのピッチトンネル、バッターがですね変化球かまっすぐかと判断するポイントってあるんですけども、そのトンネルにですねできるだけボールの軌道、変化球、まっすぐを集めるっていう、それも意識しながらリリースした時のですね回転ですね、縫い目っていうのもできるだけ変化球まっすぐ同じにしてあげる、その方がバッターは変化球かまっすぐかわからないよっていう、プロはそんなところまで考えてるのかと思って、そんなここを意識して見たことないなと思ったんですけども、ダルビッシュさんにキャッチャーミットをいただいて、キャッチャーとしていろんな投手の球を受けるときに公式ボールだと縫い目があるので、いいピッチャーですごくいい変化球でも確かにまっすぐと全然縫い目違うって分かるんですよ。そういう気づきを得た投手を評価するときのポイントが本当リリースの回転だったりするんだなっていうのを高島さんに教えていただいてから知りました。そして最後はですね、ホーライスイングです。今年1月に世田谷西シニアの取材に行かせていただきまして、ホーライスイングっていうのはホーライさんの教えるそのスイングの形に強制的にみんなを当てはめていくのではなくて、それぞれのスイングの特性も生かしながらいいバッターのボールの捉え方、軌道に持っていくっていう、まあ、打撃練習するときによくこのバックスピンをかけるって言うんですけども、まあ、ホーラさんと一緒に練習したときに、練習のときはもうラインドライブをかけるっていうので、
もうあのテニスラケットのこの容量、卓球のこの容量でラインドライブのかかった打球、そういうのを打っていくっていう練習があって、いろんなアプローチされるんだなという、まあ、とにかく指導が面白くて、世田谷シニアの練習はもう多分4回5回行ってますし、宝来さんの個別指導も何回か行かせていただいてると、まあ、そんな感じでですね、バッティングしてもピッチングしてもいろんな方のいろんな指導っていうのを間近で取材させてもらったんですけども、まあ、全部がバラバラでそれぞれの理論が対立してるって感じは全くなくて、その真相にある共通してるポイントっていうのはやっぱりあって、そういったものを考えながら自分で消化していくっていう過程がやっぱり楽しいです。やっぱこの6年間を通して思うのが、野球というのは本当に性格がなく考えていくスポーツであるなっていうのはつくづく思います。これからもですね、まだまだ探究の旅は続きますので、引き続き皆さんご視聴よろしくお願いします。7年目も頑張ってまいりますので、チャンネル登録応援よろしくお願いいたします。それでは失礼します。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。